糸井川市は、新潟県の最西端に位置する市である。上越地方に属し、日本海に面する。糸井川静岡構造線が通り、日本の東西の境界線上に位置する。世界的にも珍しい翡翠の産地であり、継承地の親淵でも知られる。全域が、ユネスコ世界、ジオパークに指定されている。糸井川市当席の町並み糸井川市は、新潟県の最西端に位置する。 市町村であり、上越地方の三市のうちの一つである。糸井川の歴史は、縄文時代まで遡り、日本列島から朝鮮半島まで及ぶ翡翠の交易の発祥地点であった。後には、東日本と西日本との文化の交流の拠点及び、北前船往来による海上交通の拠点として、また、品濃国と越後国との物流の拠点として栄えた。 2005年3月19日に、旧、糸井川市及び農町、大見町が合併し、現行の糸井川市が発足した。西を、東山脈、東を、首び山海、北を、日本海に挟まれた沿岸の平野部に位置する。市街地の西側を流れる姫川がもたらす姫川谷は、糸井川静岡構造線と、ほぼ一致し、その西側が、地質的な西南日本。 東側が東北日本に分類される。市域内には国立公園が2箇所存在し、これは全国的にも珍しい。市内の西部には断崖絶壁の海岸である親淵、小淵があり、明治以前までは新潟県と富山県を結ぶ北陸道の交通の難所として知られた。県庁所在地の新潟市までは約1 6 8キロメートルも離れており、 一方で、隣の富山県と山島では、約8 6トルと半分程度の距離しかない。また、長野県長野島でも、約 105km ほどの距離である。翡翠の産出地としては、国内随一であり、世界最古の翡翠文化発祥の地でもある。約5000年前より、糸井川市内の翡翠海岸で産出した翡翠原石が、日本列島から北海道や沖縄、 朝鮮半島へ至る範囲へ広く運ばれ、装飾品として利用された。その後は、奈良時代頃から、翡翠の利用が歴史から途絶え、糸井川を含む日本国内で翡翠が産出していたことも忘れられていた。しかし、千年以上の時を経た、昭和期になって、市内の旧古滝村において、翡翠の原石が再び発見されたことにより、 日本周辺各地の遺跡から出土する翡翠加工品が海外由来ではなく糸井川原産であったことが証明された。現在では市内の産地2カ所が国の史跡名称天然記念物に指定されており、翡翠は2016年9月に日本の国石に認定された。詳細は糸井川の翡翠記事を参照。2009年8月22日には、 糸井川ジオパークが日本初のユネスコ世界ジオパークに認定された。2015年3月14日には北陸新幹線が糸井川駅に延伸開業し、隣接する富山県及び沿線の東京都、長野県、石川県との移動時間が短縮された。小連華山1976年撮影の糸井川市中心部。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。概要式を通じて降水量が多い。暖光期は比較的日照が長く観光期に降水が増える典型的な日本海側気候である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。北陸地方の他都市と同様、同程度の緯度にある太平洋側の地域に比較すると 年間の気温は高めに推移する。冬季最寒月である1月における最低気温の平年値は摂氏0.8度であり、通年で平均最低気温が摂氏0度を下回ることがない。このため海岸に近い地域では1メートルを超える積雪が見られる年は多くはない。一方で山間部での降雪量は多く、雪国と呼ぶにふさわしい積雪を見ることができる。 春季から夏季4月から5月にかけては、好天の日が多い。夏は、湿度の高さもあって蒸し暑い。8月上旬における、最低気温の平年値は、摂氏24.1度であり、同時期の東京における、最低気温の平年値摂氏23.3度を、上回り、井度で2度ほど南に位置する名古屋の摂氏24.5度に、近い数値である。 最高気温記録変年現象の影響で夏から秋にかけて高温をしばしば記録する。1990年8月22日には日本国内における1日の最低気温の最高記録となる摂氏30.8度を観測した。2019年8月15日にはこれを更新する摂氏31.3度を記録した。2013年7月6日には 朝5時台に35度を超える気温を観測した。同年10月9日には最高気温が摂氏35.1度に達し、日本での観測史上初となる10月の猛暑日を記録した。2018年10月6日に新潟県内4地点において猛暑日が観測され、10月における最高気温記録は更新されたものの、現在でも日本における最も遅い猛暑日の 観測記録となっている。2008年に一人の糸井川市議会議員が、糸井川市は隣接する長野県小谷村と合併して、長野県に編入されるべきと主張し、小谷村議会議長から賛同されたが、当時の糸井川市長及び長野県副知事から否定されている。本説は2010年2月15日の朝日新聞社の報道に基づく。市議会議員の古畑光一による、 市長2008年6月、糸井川市議会の一般質問において、市議会議員の古畑孝一が、米田徹市長に、同州制が実現したとき、糸井川は、新潟県としてついていく必要はあるのか。長野県と合併することで、姫川港や高規格道路の整備が促進されるのではないかと質問し、長野県小谷村と合併した上で、長野県に編入されるという構想を述べた。 古畑は、新潟県はもともと、神原県町、上越地方については、上越市の拠点性を高めればいいという考えに見える、とも主張した。小谷村議会議長の北村俊之による、賛同小谷村議会議長の北村俊之は、古畑による、質問内容に賛同し、同年秋に古畑と対面して、よく言ってくれた。感激したと話した。北村は、糸川は、 世界ジオパークになった。一つになれば、海から北アルプスにつながる、一大観光地ができる。小谷村は当面合併せず自立で行く方針だが、来てもらえるならありがたいと述べた。市長の米田通による、否定一方、長野県への編入について、糸井川市長の米田通は、あり得ないと明確に否定し、自主自立を模索している。 長野に行けばよくしてくれるなどと依存するべきではないと述べた。その後、長野県への編入論について、糸井川市議会での公的な発言は確認されていない。市民による賛否糸井川市内で広告会社を経営していた歌川拓氏は、編入に賛成し、糸井川が長野になれば、長野に海ができ、大事にされる。松本と結ぶ。 高規格道路の整備も進むだろうと述べ、新潟県は長い海岸線や複数の港を持つ一方で、長野県には海岸がないため、糸井川市が編入すれば重視される可能性があると期待した。市内の飲食店に勤務していた当時40代の女性は新潟県への愛着から反対意見を述べ、一方で同店の経営者は編入に興味を示した。 産業界における背景長野県では精密機械や電子機器など内陸型の産業が多いのに対し、糸井川市では港湾型の化学工業やセメント工業などが盛んであるため、糸井川市が長野県に編入されれば、長野県内では貴重な港湾型産業を持つことになる。2009年には、 姫川港の年間貨物取扱量は410万トンとなり、上越地方の中心都市とされる、上越市の直越港を上回った。糸井川商工会議所によると、長野県の松本市や諏訪市の企業からは、最も近い姫川港にコンテナヤードを整備してほしい、といった要望が寄せられていたという。長野県副知事による否定長野県副知事の越原、愛生は、 糸井川市と長野県を結ぶ大糸線の沿線である長野県大町市の元市長であり道路整備や防災事業などで糸井川市と連携した経験を持つが興味深い構想だが考えたことがないと否定的な見解を示した同市との関係は従来と同様との認識を示しつながりは深く高規格道路の整備などを着実に進めていくと述べた 糸井川警察署糸井川郵便局三山、陸上競技場三山球場大見地区の石灰岩、露天掘り鉱山と、工場群北陸自動車道から見える明城セメント、糸井川工場糸井川市中心市街地市内には市、または県管理の7つの漁港があり、東から順に以下の通りである。市内で良質な石灰岩が産出されることから、セメント製造をはじめとした鉱工業が盛んである。 糸井川市で採取された、翡翠奇跡糸井川市で採取された南極この港は、糸井川市公式サイトを出展とする。外洋糸井川駅市域内は、西日本旅客鉄道の北陸新幹線、大糸線、越後とめき鉄道の日本海翡翠ライン、愛の風と山鉄道の愛の風と山鉄道線、計4路線が経由している。新幹線開業以前は、金沢駅方面、 新潟駅方面、越後湯沢駅方面に特急列車が設定されていたが、2019年時点では在来線は市内及び隣接市町村を結ぶ列車のみが運行されている。北陸新幹線の開業による影響を2015年3月14日に北陸新幹線が延伸開業したことにより、東京駅から長野駅や上越妙高駅を経由して、 糸井川駅を発着し、富山駅や金沢駅へと運行するようになった。これにより、糸井川市に隣接する富山県及び、沿線の東京都、長野県、石川県との移動時間が短縮された。糸井川市から県庁所在地の新潟市までの移動には、最短でも2時間以上を要する一方で、隣接する富山県の県庁所在地である富山市までは、 新幹線で乗り換えなしに27分程度、長野県の長野市までは35分程度、また、石川県の県庁所在地である、金沢市までも50分程度、さらに、東京都までも2時間20分程度で移動できるようになった。親淵投石の船や投資は、様々な面において、東日本と西日本の境界に位置づけられることが多い。東北電力は、電源周波数が、 原則 50Hz だが、本市の大見地域の一部は 60Hz となっている。それぞれ、糸井川市役所から県庁まで自動車で高速道路を用いて最大経路で移動した場合、所要時間では、新潟県庁までが2時間10分程度、富山県庁までが1時間15分程度、長野県庁までが1時間45分程度である。糸井川駅から北陸新幹線で、 上越明光駅まで移動して特急に乗り換え、さらに長岡駅で上越新幹線に乗り換える場合が最短で2時間強。時刻によってはさらに長時間を要する。また、自動車では高速道路を用いても糸井川市役所から新潟市役所まで最短で2時間20分程度。高速バスでは2時間44分程度である。フォッソマグナとは糸井川市。 www.city.it-o-i-g-a-w-a.l-g.jp2020 年12月23日閲覧 AB 世界ジオパークの街、糸井川にようこそ、糸井川市 WWW.city.it-o-i-g-a-w-a.l-g.jp2020 年12月23日閲覧 AB 糸井川 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization www.unesco.org.2020 年12月23日閲覧リンク集上越地域新潟県ホームページ w w w p r e f n y i g a t a l g j p 2 0 2 0年12月24日閲覧 ABC 日本海側は 表玄関イニシエの先進技術行き交う大動脈朝日新聞デジタル朝日新聞デジタル2020年12月29日閲覧 ABC 玉の輝きに見せられた世界日本海が結ぶ海外交流朝日新聞デジタル朝日新聞デジタル2020年12月29日閲覧糸井川の歴史年表糸井川氏 www.city.it-o-i-g-a-w-a.l-g.jp2020 年12月24日閲覧。糸井川市の遠隔、地勢など、糸井川市。www.city.it-o-i-g-a-w-a.l-g.jp2020 年12月24日閲覧。abc、糸井川の自然の特徴、糸井川市。 www.city.itoigaw.lg.jp2020 a 年12月23日閲覧。親淵、小淵観光スポット北陸新幹線で行く、糸井川。www.itoigaw.net2020 a k net 年12月24日閲覧。abc、ひすって何だろう ホッサマグナミュージアムホッサマグナミュージアム新潟県糸井川市の翡翠とホッサマグナのことが楽しく学べる博物館2020年12月29日閲覧国指定文化財等データベース k u n i s h i t e i 文化 .go.jp 2020年12月24日閲覧翡翠峡から観光スポット北陸新幹線で行く糸井川 www.ito.igaw.kan.net a, a, a 2020年12月24日閲覧。糸井川翡翠、県の石に、時や、雪割草、西木鯉などに続け5万人署名目標来年5月、選定目指す、新潟。 毎日デイリーニュース、https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20200328スラッシュ t d l スラッシュ k15 スラッシュ040スラッシュ 086000C2020 年12月29日閲覧。糸井川世界、ジオパーク。糸井川世界、ジオパーク。 2020年12月23日閲覧。第8回世界盆栽大会院埼玉のシンボル、盆栽推定樹齢千年長の新柏名、飛竜の展示決定。第8回世界盆栽大会院埼玉、実行委員会2016年12月22日、糸井川市の積雪状況。糸井川市。2019年5月16日閲覧。 10月では観測史上初の猛暑日を記録。糸井川市。www.city.itogawa.lg.jp。2020年12月23日閲覧。平年値。気象庁。2021年2月23日閲覧。観測史上1から10位の値。気象庁。2021年2月23日閲覧。 abcdefghijkl. え、長野県糸井川市。マイタウン新潟。m y t o w n a s a c h i c o m 朝日新聞社。2010年2月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年12月28日閲覧。糸井川歴史民族資料館。糸井川市。糸井川市。2020年5月10日閲覧。新潟の漁港。 漁村の歴史新潟県農林水産分業効果。2019年3月6日閲覧。4自治体と、相互発展に向けた、連携協定を締結森林整備や、職の分野で連携。高山市、大土町、西伊豆町、糸井川市土地田区、高速バス、糸井川市。www.city.itoigawa.lg.jp。 2020年12月24日閲覧。 https://www.jreast.co.jp コロンスラッシュスラッシュ長野スラッシュインフォスラッシュタイムテーブルに html https://www.jreast.co.jp コロンススララッッシシュスラッシュ長野スラッシュインフォスラッシュ pdf スラッシュ asaema2.pdf 時刻表 jr 東日本 時刻表、JR 東日本。JR 東日本。2020年12月23日閲覧。パンフレット、教会の町糸井川糸井川ユネスコ世界中パーク。2019年3月6日閲覧。ありがとうございます。